そう、団長スバル先輩の浴衣姿について一言お願いします。いやー、いいよな、やっぱ似合わないわけがねえよ、わかるか。いやー、浴衣ね、浴衣が似合うホロメも、まあみんな似合うけど、いやー、だってスバル先輩黒髪ショートよ、黒髪ショートでさね、いやもう団長もストーリーが思い浮かんだもん。ちょっと気持ち悪いかもしれないけど聞いてね。まあ、あの部活でさ、あのね、部活でそのまあ e スポーツ部のね、まあこうマネージャーということで、あのスバル先輩ね、で、あのスバル先輩がまあ格闘とかね、まあ格闘技でもいいんだけど、まあマネージャーしてて、そうでね、ちょっと花火見に行こうやみたいな。で普段はね、こう元気な感じのこう服装で、で当日、花火大会の当日にいざ現地に行ったら、あれですよ、あの浴衣を着てね、もういやー、ギャップギャップということで、いいなと思います。いや、いいな、とてもいい、とてもいいなと思いますよ。はあ、いいね、夏の思い出って感じがするわ。そう、ちなみに